はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語複数形のルールについてお送りします。で、今回はね、珍しくポイントのみです。で、中何やるかっていうと、1番はね、ちょっと普通に文字というか、またあの英語を埋めるんですけど、下はこの単語、book とかこの単語の複数形を全部書く問題だと思って、ぜひね、やってみてください。で、やってもらって、ちょっとわかんないのとか、不安なところがあれば、今からね、自分がちょっと説明しながら、一個一個埋めていきますので、ぜひね、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、複数形。一番新しい言葉にはなりますが、複数です。つまり、2個以上のものを複数って言います。1個のものは単数って言うんですけど、今までですね、英語、ここまでの勉強では、基本的に1個のものを考えてきたんです。例えば、本を持ってるとか言っても、1冊の本のことをずっと言ってたんですけど、こっからは、2つ以上の人とかものを表すことができます。その2つ以上の人とかものを複数形って言うんですが、つまり、1冊の本持ってるよしか言えなかったのが、3冊の本を持ってますみたいな、そういう風に言うことができます。ただし、その複数形を表すときは、その名詞、つまり物の名前ね、ブックだったら本とか、キャットの猫みたいな、この名詞の最後に、ほにゃららかほにゃららをつけるというのが基本ルールです。で、何つけるかっていうと、S か ES です。S か ES。これが基本ルール。基本ルールね。なので、まず複数形って言ったら、あ、名詞に S か ES つけるんだよねっていうのを覚えてください。ただ、ちょっと厄介なのは、今回ね、5個、1、2、3、4、5って書いてあるんですけど、ルールがね、主に5個に分かれます。S か ES つけろっつってんだけどね。他の特殊ルールがあって、でその辺もちょっと押さえてほしい。で、まず1個ずついきます。例えば、book、本ですね。で、これは、例えばさっき見た3冊の本みたいな、ブックを複数形にしたかったら、そのブックを書いて最後に S をつけます。books っていう感じで。で、キャットは猫ですよね。で、キャットもキャットって書いて最後に S をくっつけてキャッツになります。キャッツ。で、3つ目がね、フレンド。友達ですね。フレンド、友達。で、これも、フレンドをそのまま書いて、最後に S をつけて、フレンズになります。フレンズ。この S をつけたときに、フレンズ、これズですよね。で、ブックス、これスなんですよ。で、それは単語によってね、スとかズに変わります。そうだ、そこはちょっとね、今回は詳しくやらないんですけど、まあ、読み、発音はね、S か、スかズになりますんで、ただルールとしては、この辺は S をつけるだけです。一番基本的なところ。ごめんね。で、2番です。ここね。ここから。これ、box。これ、箱です。で、箱はね、まあ、box 書くじゃないですか。そしたら、これは ES なんです。ES。boxes って言います。で、次、bus。バスです。乗り物の。バスですね。で、これも、S ではなくて、ES です。buses となります。buses。で、次は watch です。watch。で、watch は今まで、watch TV とかでね、出てきた。テレビを見るっていう、見るっていう動詞でね、出てきたんですが、ここで出てくる watch は動詞ではなくて、時計です。名詞の時計っていう意味を持ってます。watch には。で、この子も watch に es がくっついて watches となります。watches。で、ここで、ま、基本的にね、1番は S をつけるだけだし、2番は ES をつけるだけなんです。でも、だけと言っても、じゃあ、どういう時に ES なんだと、どういう時に S なんだってのがわからないと、この6個の単語だったらね、みんな出てきたら覚えてくれればいけますけど、他の単語出てきたら困ってしまうと。じゃあ、そのルールを確認しておきたくて、今やった2番。この ES をつけるやつですね。で、これは、まあ、覚え方がね、いろいろ多分先生と違うと思うんですけど、ソックスチッシュっていう、まあ、なんかいろいろあるんですけど、ネット見たらいろいろあるんでね、そっち参考してもいいんですけど、SOX でソックス、ソックスって発音ができるんだけど、で、英語で CH ってチって発音をします。さっきの watch のチです。チ。で、SH はシュって発音になることが多いです。英語でシュ。で、単語の一番最後です。
一番最後がソックスティッシュ、まあ、ティッシュなんだけどね、ティッシュって言ってますけど、ソックスティッシュ、ちょっと待って、ティッシュになってたら最後が ES がつきます。単語の最後がソックスティッシュだったら ES がつくと覚えてください。つまり今確認していくと、ボックス、ソックスのクス、X なんですよね。で、バス、S なんですよ。S が来てる。ワッチ、最後は CH が来てる。ここね。だから、最後はそれだったら ES がつくんだとぜひ覚えてください。ソックスティッシュです。言いにくい。はい。っていう感じ。いいかな。で、O はね、あと例外もあるんで、違う時も出てくるんですけど、まあ一応入れておいてください。ヒーローとかがね、ES がつくんですけど、ただ、まあ、一応これね、消しちゃうから覚えなくてもいいんだけど、ピアノってあるじゃん、ピアノ。ピアノはね、S なんですよ。最後が O なんですけどね。っていう例外も出てくるんですが、まずは基本ルールを覚えることが大事なんでね、ソックスティッシュ、ES だと思ってください。で、今回ですね、このルールだけなんで、例文がないんですよ。で、例文ちょっと一個だけ紹介させてください。次のね、動画でいっぱい出てくるんですけど、さっきやった本を一冊持ってるっていう話をしましたよね。英語で言うと、I have a book. 私は have 持ってます。で、book 本で、あっていうのは一つのって意味を持ってます。だから、私は一冊の本を持ってますって。まあ、日本語で書くときにわざわざ一冊って書かなくても大丈夫ですけど、私は本を持ってるよっていうことができます。で、これが最初に言ったように2冊とか3冊にできるわけ。複数形になるからね。じゃあどう変わるかっていうと、あっていうのが一冊だったんだけど、じゃあ二冊にしましょう。二っていうのは数字で、2ですよね。two。で、two ね。で、二冊の本って言いたいんで、two book なんだけど、ここが books に変わるんです。複数形だから。だから文をね、変えるのは別に簡単なの。数字が書ければいいし、名詞の複数形書ければ絶対書けるんだよ。普通にこうやってね。I have two books みたいな感じで。いけるんですけど、いいかな。最後2とか2とかね、ちょっと分かんなくなってしまった。2だね。で、この辺は次の動画でいきます、詳しくね。で、3番です。シティ、これは市と町ですね。町は市か。で、シティはこの辺がちょっと厄介になってきて、ここまで書きます。 Y 書きません。 Y 書かない。 Y を I に書いて ES がつきます。そう、 Y が I に変わって ES ごめんES なんです。で、これはですね、9番ちょっと飛ばして10番いかせてください。 Dictionary、 これ辞書です。 Dictionary で、 Dictionary 最後 Y なんですよね、同じように。だから、まず Y まで、 Y の前まで書きます。で、消しちゃいましょう、さっきのじゃね。 Y が I に変わって ESDictionaries となります。まあ、ここまで来ればわかるよね。Y が I に変わって ES つけんだなっていう感じがするんですけど、次です。Day です。Day は火ね。火って、こっちの火ね。Fire の炎の火じゃなくて、こっちの火。で、この Day は、なんと Y がそのまんまでただの S なんです。Days。そう、ここが厄介。ここだね。じゃあ、ルール行きましょう。3番のルールですね。基本的には、一番最後が Y になってるとき、ここですね。Y になってたら、Y が I に変わって ES なんです。Y が出てきたら、Y を消して、Y を消して、IES をつけましょうと。いうルールなんですが、もう一個大事で、Y の一個前が大事。Y の一個前です。その前が、子音字といって、英語には子音と母音っていうのがあります。前母音ちょっとやりましたけど、母音っていうのは英語のあ、い、う、え、おです。英語のあ、い、う、え、お。パソコンであ、い、う、え、お、うってと、打つときと同じですね。これが母音なんですけど、これ、過去閉じちゃった。以外のものを子音と言います。あいうえおが母音なんで、それ以外全部子音ね。だから、Y の一個前の言葉が子音だったら、つまりあいうえお以外だったら、このルールが発動します。チェックしましょう。Y の一個前、
T ですよね。これ子音なんで、だから Y が I に変わるんです。ディクショナリー、Y の一個前は R です。子音になってます。だから Y が I に変わるんです。でも、Day は、Y の一個前が A なんですよ。母音なんですよ。だからこのルールが使えないんで、ただの S がつくだけと、いう風になります。いいかな？で、まず、この三つ、ここまで、ここまでは絶対に押さえましょう。いい？英語が苦手な方も。もちろんこの下二つも覚えてほしいんですが、ちょっとマニアックになります。下に関しては。上を三つは必ず出てくるんで、テストに。いいかな？ここまでしっかり覚えてください。では、4番目、ルール行きましょう。次、リーフです。リーフ。で、リーフは葉っぱという意味なんですが、これもですね、F がなくなります。なくなって、VES がつきます。V、あと、ね、VES。Leaves です。Leaves。で、次、ナイフです。これは包丁とかの、フォークとナイフのナイフね。で、ナイフで、ここは F と E が、なくなります。ここまで書くんですけど、F と E が消えて、VES がつきます。ナイブズと言います。ナイブズ。まあ、これはね、そのまんまなんですが、4番のルールは、最後が F と FE、F か FE で終わってるときは、それらを全部消して、このね、F とか FE を消して、VES をつけてください。いいかな？これがルールです。ちょっとマニアックです。上に比べれば。でも覚えてほしいです。ね、欲張りですけど、お願いします。で、基本的には、こうやって形が変わるというか、S がついたり、ES ついたり、Y が I に変わったりっていうのはここまでです。4つ。で、最後5番目です。これはね、ルールとかじゃないんですよ。何かっていうと、もう変わっちゃうんです。もともと。この S とか ES つけるとかそういう問題じゃない。まず例えばこれマンです。マン。これ男の人です。で、マンは、さ、真ん中が E に変わるんです。メンです。メン。これで男の人たちっていう男の人の複数形を表します。いいかな？で、次です。これチャイルド。子供です。チャイルド。で、これの複数形は、チャイルドに S がつくと思いきや REN がついてチルドレンと言います。チルドレン。まあ自分の世代だってね伝わるんですけど、まあミスターチルドレンっていうね、バンドがいるんですよって言ってもね、最近のこと伝わんないんで、まあ一応言いましたけどね、そこのチルドレンです。あ、もう形が変わるっていう。で、最後、フットです。これ足ね、フット。で、フットも真ん中の OO が EE に変わってフィートになります。形が変わるっていう。っていうのもあります。いいかな？この形が変わるのはね、まあ、マンとチャイルド、まあ、フットも出てきますけど、この辺は絶対よく出てくる。で、今回ちょっと問題にしなかったんですけど、ちょっと消していいですか？マン、男の人って言いましたよね。で、女性、女の人が、マンの前に WO をつけて、ウーマンと言います。これ女性ね、女の人。で、女の人の複数形、マンが E に変わるので、同じように、WO で真ん中が E に変わるんですよ。だから変化の仕方楽ですよね。これで女性たちっていう意味なんですけど、この発音がね、すごく大事で、これ、マンがメンなんですよ。だから、ウーマンだから、ウーメンになりそうなんですけど、これ、ウィミンと言います、発音。ウィミン。これ多分ここの勉強で出てくるってわけじゃないんですけど、発音でよく出てくるんで、これ、ウィミン。発音で、ね、もしよかったら、余裕があったらね、覚えておいてください。で、まあ、最後、ほんと、長くなってごめんな。最後、予備知識なんですけど、この複数形表すとき、S つけたり、ES つけたりやってきたんですが、形がそもそも変わらないものもあります。例えば、マネー、複数で、お金です。マネー、お金ね。とか、ウォーター、水です。まだいっぱいあるんですけど、この辺は、不可算名詞って言って、複数形を作れないんです。そう。っていう単語も出てきます。これはいずれ、また動画でやりますけど、人はそんな単語もあるんだとは思っといてください。
まあ、最後ね、ちょっとね、話が逸れてしまったんですが、基本、まずはここで複数形のルールですね。S をつけるのか、ES つけるのかとかね、Y を I に変えるのか、変えないのかとか、その辺のルールをしっかり押さえてもらえたらと思います。で、次回、この知識、もろに使った勉強、次の勉強ね、進んでいきますので、ぜひね、ここしっかり押さえて、次の勉強も見てもらえたらと思います。では、今回は複数形のルールやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。